ロイドご飯の時間がやってきました。イエイイエイ。はい、今回はですね、三重県松阪市にやってきました。はい、はい、松阪といえば、うん、牛、松阪牛と牛でございます。はい、ということでやってきたお店がこちらです。一升瓶本店。ここがね、うん、松阪牛の、はい、なんか名店らしいの。そうですね、地元の方に前聞いたことがある。いい匂いしてきてる。すごい。行きましょう。行きましょう。スタッフだ。切り落としとか、はいはい、赤身とか、うん、ハラミ、うん、松阪牛、今日は食べるよ。ハイボン。すごい。何これ。ロイドご飯。ハイボン。はい。はい。分かってる。はい、乾杯。行こう、これ。すごいね。はい、では、紙からいきます。はい、一気にいって、こんだけ。すごい ね。早い。これが、うん、ホルモン。ホルモン、ね、ホルモン。で、これが、焼きレバー。うん、赤身、うん、切り落とし、はい、で、ハラミです。はい、うまそう。じゃあ赤身からいきます。すごい、これ多分そんなに火通さないの。柔らかい、うん、しっかり返したなで分かるわ。ほんでいきます。うまいよ。うん、甘い。柔らかいですね。行きましょう。じゃあ行きます。この音がいいね。脂がめちゃめちゃね、甘いね。香ばしくて美味しいね。受け取るやいないや、出来上がったハラミと、この油やば。うん、よとし、綺麗だね。この白と赤が、白と赤の分離具合よ、このおいしそう。
燃え盛ってたね。ああ。うまい。油が本当甘い。これうまい。美味しいね。ご注文がですね、緑の。レバー行きます。はい。持つだけでこう新鮮さが分かるけど。ああ、すごい。柔らかい。新鮮なというか柔らかいな。これまあ塩コショウを入れてもらうか、まあ、タレ。これ、調味料も一つだけはタレ、ちょっと入れて。外カリカリ、中はね、ちょっと柔らかい。ジューシー。これは酒に合うよ。すごい。そう。ごはんすごいね。すごいコリコリしてる。ホルモンの盛り合わせみたいな。超ホルモン。うん。いいね。いいね。いいね。マルチョだ。でか。ホルモン。ああ、甘い。ホルモン結構好きでね。はい、うん、美味しいよこれ。ミートもねめちゃくちゃ柔らかいんだけど。うん、うまい。うまい。油がうまいね。肉の旨味と油のなんていうの、うん、甘さね、うん、甘さがすごかったね、うん、もう油でご飯が止まんなかったよ俺は、うん、油の記憶、ねうん、で食べられるとか言ったね本当油と生ビールのあのでかさとね、うん、ホルモンがねすっごいこうジューシーで、ね、切り落としもうまかった。切り落としもうまかったね。切り落としのなんかこの油の部分と肉のこのなんていうの弾力、うん、であとハラミ、うん、あやばいよ。やばかったな。全部うまかったね。全部うまかったよ本当に。赤身もうまかったし、あ最高でした、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた